をされてましたけども、はい、みんなやっぱそういう思いがあったと思うので、うん、まあ、逆に今日はアントラーズホームでそのリベンジではないです。前半の45分スタート、横に流してそしてもうスーッとエベラウダー前に来ました。これも面白いですね。そうですよね、コンビとしては非常に面白い。ボールうまく取りました。関がそのままミドルレンジからのシュート、足元へ持ってきましたね。ですね。今のエベラウドはあえてあれタイミングずらしたんですね。でしょうね。でも岩田もある程度予測してましたよね。はい、さあ開いてきて泉、これチャンスになる。仕掛けるぞ泉、これをかわせばシュート、これもコントロールショット、わずかに外れました。生まれてきましたからね。まあ、大分がやっぱりそういうビルドアップのところでのミスをしないよう、まあ、マイナスが欲しかったんでしょうけども、高澤としてはね、はい、よく動きますね。そしてね、チャンスですね、うん、高澤がいる。しかしシュートか、空いた花道、うん、フィニッシュ、これを回見事に小塚決めました。0対1、大分が先制。まあ、そこからワイドに出た時にこの間を取って縦に出るのは、まあ、シャドウの役目なんですよね、はい、でそこから仕掛けていって、まあ、一度は弾かれますけども、まあ、いいところに転がってきて、まあ、ディフレクションして入りましたけど、まあ、これも大分らしい攻撃じゃないですかね。展開があって、はい、サイドを崩す形があって、思い切りが良かったですね。そうですね、まあ、田中だったの仕掛けも良かったんじゃないですかね、はい。さあこうなるとアントラーズ1点を追いかけます。さあチャンスになった上田だ、これは左外れた。相手を押し下げてセカンド拾ってという狙いは悪くないと思いますね。このフリックを落として高澤を使いますが合いません。今度アントラーズボール拾えるかどうか。このセカンドも拾えなくなりましたね。そうですね。さあ野村から高澤、抜ければオフサイドは、オフサイドはない。そのまま1対1で決めた。キーパーかわして2点目、期待に応えた後半投入高澤、これで0対2としました。しっかり拾って野村ですね、はい。まあ、高澤も相手の動きをしっかりと見ながらですけども、まあ、しっかりとためを作りながら、アントラーズが、まあ、選手交代とともにシステム変更を当然しているわけで、はい、まあ、そこのこう落ち着く前に取った点ですからね、非常に大きな得点だと。そして長いホイッスル、鹿島アントラーズの進撃ここでストップ。連勝7でストップ。